杯乾杯。隠してたんだよね、インデツとしては。ノーマークがもう、刺す刺す。高校でやっぱり一回挫折してるんで、めちゃくちゃ怖かったです。高1はちょっとバンドマンだった。いいね。5人目の子が、女の子生まれます。すごいよ、20歳さ。加藤さん、バッファローといえば俺よ。バッファロー始まりました。なんでも酒屋格安チャンネル、進行を務めます神田玲美です。よろしくお願いします。さんが来た。今回は格安チャンネル野球シリーズということで、野球界のレジェンドにいろいろなお話を伺っていこうと思います。川崎宗則さん、はい、岩隈久志さんです。よろしくお願いします。お願いします。お二人は交流は最近いかがですか？まあ、仕事で一緒にね、出会うことが多いですから、うん、久しぶりって感じじゃないですよ、うんうん、はい、同級生ですから、同い年です、ね、今日はそんなエピソードもたくさん伺っていきたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。さあ、今日はですね、お二人をこちらのバーベキュー場、ザ・バーベキュービーチ・イン・豊洲にお招きして、格安で注文したお酒やノンアルコールドリンクを楽しみながら、いろいろなお話を伺っていきたいと思います。でですね、こちらのドリンク、この中にもたくさん入っておりますけれども、こちらは先ほど格安のアプリで注文しておきました。格安さん、すごい。冷えた状態でバーベキュー中に持ち込んでくれるんですよね。持ち込んでくれる、めちゃくちゃ助かる。手ぶらできて、手ぶらできて、このまま格安さんがもうゴーンでしょ。そうなんですよ。すごい、どんな選手になろうと思ってんの、格安さん。世界の格安やな、これ。ということで、皆さんにもぜひご活用いただけたらなと思うわけなんですが、はい、今日は私たち、この格安さんのこの配達サービス、頼みましたけれども、こちらのバーベキュー場ではですね、もちろん手ぶらで来ていただいて、飲み放題のコースですとかシャンパンなども楽しめるので、そちらのプランをね、皆さん見てる方ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。では乾杯に参りましょうか。わかりました。じゃあもう飲みましょうよ。はい、じゃあ僕が挨拶させてもらいましょう。本当に格安さん、ありがとうございます。乾杯。乾杯。乾杯。すいませんね、スタッフの皆さんの。格安さん、ありがとうございます。ああ、このいい格安のサントリーパーフェクト。パーフェクトサントリービール、めっちゃいい。キンキンに冷えてますね。キンキンに冷えてる。僕最近ね、これは僕ほら、これレッドアイにハマってるの、赤い瞳。トマトジュース。トマトジュース。もうトマトジュース。割って飲んでるんですね。はい、割ります、割ります。もうこれが、もう最近僕のブームで。ブームで。ブーム。ぐいぐい、いっちゃってください。ああ、ひーちゃんはお酒飲まないです、あんまり飲まない。弱いですよ。その分、3杯飲むんですよ、僕。川崎さん。3杯飲むから、ちょうどよかったです。だからよくぞ呼んでくれたんです。どうしましょうか、はい、焼きます？もう飲む。飲む。すいません、飲む。だって明日や。いや、休みだもの。明日休みね。合わせたの、明日休みだもん。最近本当に試合前は飲まないんですよ、2日前から。すごいよ。そんなことなかった、ね、なかった、そんなことなかった。バンバンアスリートとしてはもう絶対やっちゃいけないことをやってたような気がします。ただ、走れるんだもの。ストレスならないように飲んでましたね、僕はお酒。そうなんですね、はい。今日は楽しく飲んでいきましょうか。今日はもうゆっくり。もう初めにお二人のこう近況というか最近について伺いたいなと思うんですけれども、まず岩隈さん、はい、先月、はい、お子様が誕生されたということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。もう5人目の子が、はい、女の子生まれます。すごいよね、はい、もう子育てもう一緒に楽しんでます。いやすごい、お顔がもう幸せに溢れてますよね。いやもうね、もう元気中はね、やっぱりこう見れる時見れなかったりっていうやっぱあったので、うん、今はね、こう現役引退してからもうずっと家で見れるんで、はい、楽しいです、はい。1人目のお子様とどれぐらい離れてらっしゃるんですか？一番長女が19歳なんで、でも今年20歳になるんで、もう20歳離れるんです。すごい、はい、みんな子供たちも大きくなってるんで、みんながね、4人目の子供の可愛がってくれるんで、お世話してくれるんでね、もう家族みんなでね、ワイワイやってます。おめでとうございます、はい、僕もね、子供3人いるんで、はい、はい、なんかひーちゃんが子供生まれた時めっちゃ嬉しかったです。うわー、みんな見たい見たいって言って。へー、家族間の交流も、いや、そうですね、うん、仲いいです、仲いいです。へー、最近はね、みんなで会えたりとかちょっとしてないよね。ね、できない、できてないからね。まあ、そうですね。会いたい、会いたいですよ。そう、シアトルの時から一緒に家が近かったし、はい、もう同じマンションのとこにだったから、ね、そうだったんですね。よく家族でたこ焼きパーティーとかして、ひーちゃん家でバーベキューとか、それこそして。バーベキューされてたんですね。はい、
そして川崎さんはもうメディアなどで大活躍、はい、そして現役の、ね、選手でもいらっしゃいますけれども、最近はいかがですか？はい、僕も今シーズン終わりまして、プレーオフに向けてちょっとこう引きを引き締めつつ、うん、でも今日は飲みたい。今日は特別に一番最初にこうお互いの存在を知ったというか、いつに遡るんですか？あの近鉄だったよ、ひーちゃんがね、はい、で大栄だったから2軍でこう交流試合するんだけど、そのまだひーちゃん投げてなくて、うん、俺はもう出てたんだよね、はい、宗は1年目から2軍でレギュラー出るってやっぱすごいなと思ってて、それ見た時にあすごくいい選手だな、もう九州のイチローって言われたバッターだけあって、やっぱ対戦できる日が来た時とかやっぱ嬉しかったです。まあ、でも元気いっぱいあったんです、本当に。今も変わらないよ、本当に、ね、声出してたね、すごい声出してね、うん、逆にあの川崎さんはどんな印象？僕はね、だからひーちゃんは1軍が早かったの、はい、もう2年目から1軍だから投げてたから隠してたんだよね、近鉄としては、うん、それで近鉄の当時のリーグ優勝いいひーちゃん最後かかったから、うわすごい同級生が出てきたと、でひーちゃんと俺ら同級生まだいたんです、ピッチャーが近鉄に、高木とか、うん、そうで、なあの宮本とか、はい、でひーちゃんノーマーク、そしたらノーマークがもう刺す刺すもう、いきなりだから19歳2年目で1軍のいきなりピッチャーでバッターたちを抑えるからすごいなと思って、いや当時の大栄打線めちゃくちゃ怖かったです、はい、まあ、そうね、大栄めちゃくちゃ怖い、まあ、考える余裕なくキャッチャーのミットにもう全力で投げたんですけど、又山さんも当時まだ古久保さん受けた、古久保さん懐かしい、古久保かでも怖かった、怖かったな、ね、本当大栄打線。え、対戦成績ってどうだったんですか？どうかな、どうかな、でもね、すごいね、いや俺よ、いい打ち方でヒットされてるのとかもうやっぱ頭にすごい残ってるんですよ、宗はやっぱりそのインコースのさばき方がすごい上手で、なんかもうやっぱその変化球とかでもあここ空振り取れたらいいな、ちょっとファール取りたいなっていうのをやっぱ綺麗に打たれたりだとか、あとホームランも1本打たれたんですよ。 あ、ね、あったね、そう楽天の時に、そうだね、それもスライダーかな、スライダーバーンって前で弾かれて、そうそう、スライダー1本ずらいで、僕は抑えられてるイメージしかないね、やっぱり良かった、 すごいもうね、ひーちゃんはキワキワ投げれるから、もう本当にこのベースのキワキワだから、もう自分たちが我慢できなくなったらもうダメなんだけど、でもここやっぱしっかり投げれるから、やっぱ20勝投げれるし、うん、でどんどん変化していってたから、速いまっすぐの時もあるけど、どんどん自分の中でコントロールをしっかり重視するとか、抑えるの大変なんですよ、胸とか大栄ソフトバンク打線もすごい中で、はい、やっぱこう1番とかで、ね、やっぱもう塁出しちゃいけないバッターです、絶対に、はい、足もあるし大変だった、そうだったんですね、まあ、お互いですよね、うん、そしてあのお二人はもうチームメイトとしてはこうなってみるとどうでしたか？シアトルで一緒になった時に、それで一緒に仲良くな、家族、当時うち子供いなくて、うん、でひーちゃんとこ3人ともまだちっちゃくて、でめちゃくちゃ可愛くて、それがすっごい癒されて、僕も妻も来たばっかり不安だったんだけど、すごい、はい、すごい助けてもらって、マドチンとかひーちゃんの奥さんとかに助けてもらって、すごいいい思い出だった、あの時がすごい楽しかったです、みんなね、楽しかったです。でもアメリカって基本的に不安な場所なんですよ、そうそうそう、グラウンドでもそうだし、はい、プライベートもそうなんですけど、でもやっぱり家族同士で楽しく過ごして、やっぱりそこから毎日このグラウンド行ってとかできてたし、でグラウンド行って試合の時になれば胸がやっぱりあれだけ声出してくれて、うん、やっぱり励ましてくれるんで、うん、僕なんかは本当にこう勇気づけられたっていうか、もうありがたかったです、胸の存在が、だから頑張れたなと思う、飛躍できたなっていう、それは思いますね。そうだったんですね、うん、じゃあちょっとお肉とか焼いていきますか。いきますか、ひーちゃん焼いちゃう。まずじゃあ1個をちょっと焼いていきながら、はい、大きいお肉ですね、これやばいね、アメリカの肉を思い出せ、ひーちゃんで、ね、アメリカのステーキじゃん、すごいよこれ。カナさんもアメリカに？あ、私もいました、あのニューヨーク州のバッファローっていうナイアガラの滝があるところにいました。バッファロー俺よ、バッファロー、カナさんバッファローといえば俺住んでたんで、バッファローに。え2年、え何年ですか？え2013年、2014年、2015年も住んでたよ私。
2010年11年に住んでました。ニアミスです。マジで。金田さんとバッファローつながるとは。アンカーバー行きました。バッファローチキンウィングの発祥の店。ありました、リオ。ありました、行きました、行きました、行きました。私は行きました。いやすごいじゃないですか。でもそこでチームの決起集会みたいなのあるんですよ、はい、で トロントブルージェイズから車で2時間なんですよ、はい、だから僕らはバッファローに住んでそのままコールアップしたら車で国境を越えて。そうだったんですね。そう、それで行ってたんですよ。あの滝のとこの国境を越えて、はい、滝のとこの国境。でもあの当時大変だったでしょ。大変、寒い寒い、もうやばい。シアトルもめっちゃ寒いけど、また4月のバッファローやばかったの。寒さが尋常じゃない。いや尋常ない、寒かったですよね。そしてあのありがとうございます。丁寧に焼いていただいて、岩隈さんに焼いてもらった。嬉しいね、金田さん。美味しいよ。精密機械のようにつくよ。うまいで。贅沢。今までこうバーベキューって、まあ、食材はこうあったりしても飲み物とかってみんなでこう分担して大きな袋に掲げて持って行ったり私もしてたんですけど、こうやって好きなものを好きなだけすごいよ、ね、配達してくれる。これも格安さんもならではだよ、ね、もう本当に世界で格安さんだけよ。革命。マジですごい。マジですごいです。メジャーリーグに持っていけば格安さんもうすぐとなると思う。ね、これマジで39段回ればバカ売れすごいことになると思う。うん。で日本のビールなんてめちゃくちゃうまいから、はい、ウイスキーもビールも日本のお酒って海外の人たちみんな大好きなんですよ。だから僕はよくあのメジャーリーグキャンプ行くときは必ずお土産で日本のウイスキーを持って行ってた、うん、やっぱ違うんですね。違うらしい。いや僕は分かんないけど。いただきます、はい、じゃあいただきますね。みんなで食べましょうか。いただきましょう。いただきます。美味しそう。言葉にね。めっちゃうまい。赤身これめっちゃジューシー。美味しい。美味しい。これは進むばい。ほら進むばい。エンドレスでいけますね。うん、おいしい。神田さんお酒今日は飲んでますか。今日は私シードルをやってしまってる。飲んであります。よかった、嬉しいです。神田さん今回2回目なんですよ。そうなんですよ。野球が大好きで、弟さんも、お前っちゃ可愛い弟さんもいて。ありがとうございます。2人でねよく野球を見に来てくれて、はい、よく、はい、ダイエーのね試合とかソフトバンクの試合、はい、小学生の時とか見に行ってました。すごい。いつからプロ野球選手目指されたんですか。あのですね、僕高校の時にプロのテストを受けてみないかって体育の先生に言われたの、はい、それぐらい体育の点数が良かったの、その 50m とか幅跳びとか、うん、先生がテストを受けろと。ロッテの、なぜか知らないロッテのテストって意味やから、なんでロッテだろうと思ったら鹿児島にキャンプで来るからでテストをして、それを川崎受けろと。それからよし、ちょっとテストを受けようと思った高校時代をやってましたね、2年生。高2から。高2から。高1はちょっとバンドマンだ、バンド活動をちょっと聞いたことあるな。中3の時にちょっとグレイと出会ってしまって、中学、はい、グレイのジローと出会ってしまって、ジローがベースを買ってしまったんです。それからもうちょっと女の子にもモテたいという変なもう下心しかないその中学生時代だったんで、はい、で硬式野球を初めてしたから高校の時に、硬式野球面白いなっていうのもちょっとあって、はい、面白かった。ボールが飛ぶし、うんうん、でグローは取りやすかったし、軟式の方が難しかったから、なんかああ守りやすいと思ってたから、だからちょっとそれで高校野球はすごくそんなことしてましたね。でもプロになれるとは思ってなかったよ、本当にドラフトがかかるとかは思ってなかったから。じゃあかかった時にそのもうびっくり、もうかかった時にびっくりして、高校も僕の高校は野球選手いないから、監督もびっくりしちゃって、監督がワンワン泣いて僕のとこに来てハグしたのを覚えてるんですよ。そんなエピソードがあったんですね。だから人生何が起こるかわからないなってね。スカウトは来てたんでしょ。スカウトがやっぱり来てたらしい。スカウトは来てたらしいけど、で分からなかった僕らところには、うん、岩隈さんはいつ頃から目指された。プロですか。目指すっていうか、もうだから夢は将来の夢はプロ野球選手になりたいでやってきて、目指すっていう、まあやっぱり高校でやっぱり一回挫折してるんで、うん、やめようと思ったら、うん、あるよね。でもなんかやっぱりその高3の春の大会でいいピッチングしてスカウトが見に来るようになったんです。そっからですね、やっぱり、うん、チャンスがあるかもっていう、うん、はい、
まずそこにたどり着けたっていう。そうですね。僕もだから甲子園も出たわけでもないし、体もすごい細かったんで、はい、今でいうほうあの育成みたいな感じで多分指名してもらったんだと思うんですよね。それでもこう指名された時っていうのはこう どんな？やっぱり嬉しかったですね。やっぱり夢がね、やっぱ野球選手になりたいっていうのがあったから、なれるんだっていうのがね、こう一つ叶ったっていう、嬉しかったです。そうだったんですね。うん、イタリアも行ったし寿司も行ったよね。これがいいんだよ。わさびのすげえの。シーズン入ったら本当挨拶ぐらいしかできなかった。やっぱり一郎先輩のおかげで本当にアメリカに来るきっかけにも僕はなりました。